トリトン、トリトリン、ネプチューン、愛は、海王星最大の自然衛星で、海王星で発見された初めての衛星である。1848年10月10日に、イギリスの天文学者であるウィリアム・ラッセルによって、発見された。太陽系内の大型衛星の中では、唯一、主惑星の自転方向に対して、逆方向に交転する逆行軌道を持つ。 直径は 2710km で太陽系の衛星の中では7番目に大きい。その逆光軌道と冥王星に似た蘇性であることから、トリトンはカイパーベルトから捉えられた純惑星規模の天体であったと考えられている。トリトンは凍った窒素の表面と主に水の氷からなる地殻、氷のマントル、岩石から構成された実質上の核、そして金属を持つ。 核は喪失量の約3分の2を占めている。平均密度は2 0 5 9 g トルで、これは素性の約15から35%が氷であることを反映している。トリトンは地質学的に活動していることが知られている数、少ない天体の一つである。他には木星のイオやエウロパ、土星のエンケラデスやタイタンがある。その結果、表面は 比較的若く明確な衝突クレーターはほとんど見られない。複雑な地質学的変遷は氷の火山やテクトニクスといった地形の存在を示唆している。その表面の一部は消化した窒素ガスを噴出する間欠泉を有しており、表面をまとう気圧が地球の海面上の7万分の1の薄い窒素の大気に関与している。主惑星との相対的な 大きさでは地球の月に次いで2番目に大きい。トリトンは1846年10月10日にイギリスの天文学者ウィリアム・ラッセルによって発見され、これは海洋星の発見から17日後のことであった。彼は自身が制作した合計61センチメートルの望遠鏡を用いてトリトンを発見した。1820年にラッセルは 彼のアマチュア望遠鏡の鏡の製作を始めた。ジョン・ハー・シエルが海王星発見の知らせを受けたとき、ラッセルに存在する可能性のある衛星を探索するよう手紙を書いて提案た。ラッセルはそれに応じ、その8日後にトリトンを発見した。ラッセルは菅も発見したと主張しており、後にその存在は確認されたが、菅はとてもかすかで暗いため、 ラッセルが実際に観測したかどうかは疑わしい。トリトンはポセドオン、ローマ神話では、ネプトゥーネスに相当するギリシャ神話の神の息子である、海の神トリートオーン、ロータウオメガニューにちなんで命名されている。この名称は、カミー・フラマリオンによって1880年に出版されたアストラーノミ・ポプューレアで初めて提案され、数十年後に正式に採択された。 1949年に第2衛星ネレードが発見されるまで、トリトンは一般的に海洋星の衛星と呼ばれていた。ラッセルは自分自身が発見した衛星に名称を付けず、後に彼が発見した土星の第8衛星の名称として、以前にジョン・ハーシェルが選んだヒペリオンを使用することを成功理に提案した。トリトンは、 太陽系にあるすべての大型衛星の中で唯一逆光軌道、すなわち主惑星の自転方向と逆向きに交点しているで、交点している。木星や土星の外側を交点するほとんどの不規則衛星、天皇星の外側を交点するいくつかの衛星も逆光軌道を持つ。しかし、これらの衛星は主惑星からはるか遠くに離れており、大きさも小さい。 その中で最大のもの、フェーベでも、トリトンの直径のわずか8%、質量だと0.03%しかない。トリトンの軌道には、海洋星の軌道に対する海洋星の時点軸の傾き30度と、海洋星の時点に対するトリトンの軌道傾斜角157度、90度を超えていれば、逆光軌道であることを示すの2つの傾斜が割れている。トリトンの軌道は、 678地球年4.1海洋星年ごとに海洋星の時点によって海洋星に向かって接近しており海洋星の軌道に対する相対的な軌道の傾きは127度から180度まで下し過去には173度に達したこともあった現在は130度になっているトリトンの軌道は現在海洋星との同一平面上の最大距離に 近づいていてるトリトンの時点は交点と同期するように、長赤固定されており、常に片面を海王星に向けている。トリトンの赤道はその軌道面とほぼ一致している。トリトンの時点軸は海王星の軌道面から約40度傾いているため、海王星が軌道上のある地点にいる間、トリトンの両極はかなり太陽の方向を面するように、 なり、天皇星の極とほぼ同じようになる。海王星が軌道を好転するにつれて、トリトンの極地は太陽の方向を向くようになり、片方の極ではそれによって季節変化が生じ、もう片方の極には太陽光が差すようになる。このような変化は2010年に観測された。海王星の周りにおけるトリトンの回転運動は、 ほぼ完全に円形であり、離心率はゼロに近い。潮汐による年段性の減衰だけでは、海洋成系の形成時から、トリトンの軌道を円形化することはできない、考えられており、巡航するからのガス効力が重要な役割を果たしているとされている。潮汐力の作用はまた、トリトンの後点にブレーキをかけ、地球から徐々に遠ざかっている月よりも近い位置ある、トリトンを、 海洋星に接近させてもいる。予測では、今から36億年後には、トリトンは海洋星のロッシュ限界より内側を通るようになる。これにより、トリトンは海洋星の大気に落下するか、あるいは粉砕されて、土星の間に似た新たな艦が形成されるだろう。逆光軌道の衛星は、その衛星が後転する、主惑星の周りで形成されたゴミ円盤から、形成されることはないので、 トリトンは他の領域から捕獲された天体であるとされている。太陽から約50 a u 離れた位置にある小さな氷の天体からなるリング状の領域エチワースカイパーベルトがトリトンの起源かもしれない。地球で観測される短周期彗星の大部分の起源であるカイパーベルトには冥王星を含む惑星サイズの天体がいくつか存在している。これらは現在 カイパーベルトの中で最も大きな天体、冥王星族であると認識されており、海洋星と軌道共鳴の状態にある。トリトンは冥王星よりもわずかに大きいだけで、蘇生もほぼ同じであるため、両者が同じ起源を共有しているという仮説が導かれている。提示されているトリトンの捕獲は、海王星の衛星、ネレードの極端な大円軌道や海王星が 他の巨大ガス惑星よりも衛星の数が少ないことを含む海洋星系のいくつかの特徴を説明できるかもしれい初期のトリトンの楕円軌道は不規則衛星の軌道を横断し、より小さな規則衛星の軌道を混乱させ、重力の相互作用によってそれらを分散させただろう。捕獲されたトリトンの楕円軌道はまた内部に超積加熱を引き起こし、 10億年間にわたってトリトンの内部に流体を存在させることができた。この推論はトリトンの内部に生じている際の証拠によって裏付けられている。この内部熱源は潮汐固定と軌道の円形化に伴って消滅したとされている。トリトンの捕獲については2種類のメカニズムが提案されている。惑星の重力によって捉えられるには 通過する天体は離脱するのに必要な速度よりも減速するのに十分なエネルギーを失わなければいけない。初期の理論ではトリトンは他の天体と衝突したことによって減速したとされ、その天体は海洋星を通過する天体、もしくは海洋星の周りを公転する衛星や原子の衛星、この方が現実的であったとされている。最近の仮説では トリトンは捕獲される前、連星、二重惑星、二重小惑星の一部であったことが示唆されている。この連星が海王星に接近した際、連星の片方は弾き飛ばされて二つは分離し、もう片方のトリトンは海王星に捉えられるように相互作用を及ぼした。この現象はもう片方の天体の質量が大きいとより発生し得る。火星の衛星の捕獲についても、 同様のメカニズムが提案されている。この仮説は大きなカイパーベルト天体は一般的に連星をなしていることを含むいくつかの証拠によって裏付けられている。この現象は短期間で温和に発生したためトリトンの衝突や崩壊を防いだとされている。この現象は海洋星の形成時やその後の外側への移動が起きていた間は一般的に起きていたかもしれない。 しかし2017年に行われたシミュレーションでは、トリトンが捕獲された後、軌道離心率が小さくなる前に少なくとも1個の他の衛星と衝突し、他の衛星同士の衝突を引き起こしたことが示された。トリトンは太陽系で7番目に大きな衛星で、天体全体でも16番目に大きく、純惑星の冥王星やエリスよりもわずかに大きい。 海王星の管とその他の13個の衛星を含む海王星の周回軌道上にある物体の全質量の99.5%以上を占めており太陽系内で知られているトリトにより小さな衛星の全質量よりも大きいまた直径は海王星の5.5%で巨大ガス惑星の衛星の中ではその主惑星に対する大きさは最も大きい冥王星に似た 半径、密度、2.059g、センチメートル、温度そして、化学組成を持つ。トリトンの表面は、焼けなましされた、固体窒素の透明な層で覆われている。トリトンの表面の40%のみが観測されて、研究が行われているが、その表面が、窒素の氷でできた薄いシートのようなものに、覆れている、可能性がある。冥王星と同じように、 トリトンの近くの55%は窒素の氷とその他の氷が混ざったものになっている。水の氷は15から35%、凍結した二酸化炭素、ドライアイスが残りの1から20%を占めているが、0.1%のメタニア、0.05%の一酸化炭素を含む氷も少量存在している。リソスフェアにアンモニアの水あえ物の兆候が見られるため、 表面にアンモニアの氷が存在する可能性も示されている。トリトンの平均密度は、蘇生の約30から45%が氷で、残りは岩石であることを意味している。表面積は2、300万キロメートルで、地球全体の4.5%、陸地のみに限定すると、その15.5%に相当する。トリトンは受ける。 太陽光の60から95%を反射するかなり高いアルベドを持ち、その値は最初の観測からわずかに変化している。これに対して月はわずか11%しか太陽光を反射しない。トリトンの赤みがかったメタンの氷によるものと考えられており、メタンの氷は紫外線を受けるとソリンに変換される。トリトンの表面の長期間にわたる変遷を 示しているため、内部モデルでは、トリトンは地球のように個体の核とマントル、そして地殻に区別されていると仮定している。岩石と金属からなる核を取り囲んでいるトリトンのマントルは、太陽系で最も存在している、揮発性物質である水で構成されている。トリトンの内部には今日までにマントルの対流による、 放射性崩壊で形成されただけの十分な岩石があり、また内部の熱はエウロパの内部に存在すると仮定されているのと同様の全球規模の地下海洋を維持するのに十分であるかもしれない。排出された黒色の物質には有機化合物が含まれている可能性があり、またトリトンに液体の水が存在していれば生命にとって居住性があると推定されている。 トリトンはその表面に微量の一酸化炭素と少量のメタンを含む薄い窒素の大気を持つ。冥王星の大気と同様にトリトンの大気は表面からの窒素の蒸発に起因していると考えられている。トリトンにある窒素の氷は温度が比較的高い場所に生成される六方小系の状態で存在しており、その温度では 六方小系の氷と立方小系の氷の間で相転移が起きるため、表面温度は少なくとも 35.6K、摂氏237.6度となる。温度の上限は 40K 弱で、これはトリトンの大気中の窒素ガスの平行蒸気圧から求めることができる。これは、冥王星の平均平行温度 44K、摂氏229度よりも冷たい。 トリトンの表面の大気圧は約1.4から1.9パスカル0.014から0.019アムバーしかない。トリトンの表面での乱流は大流圏ウェザーリージョンを生み出しており、その高度は8キロメートルに達している。間欠泉の噴煙によってトリトンの表面に残された島模様は大流圏が1マイクロメートル以上の大きさの 物質を動かすことができる季節的な風によって動いていることを示唆している。他の天体の大気とは異なり、トリトンには清掃圏が存在しておらず、代わりに高度8から9 5 0トルに熱圏、その外側に外気圏が存在している。太陽の放射と海洋星の磁気圏から吸収された熱により、トリトンの大気上層部の温度は95度系となっている。 大気中のモヤは、大流圏の大部分に浸透しており、主にメタンと太陽光の作用によって生じた炭化水素とニトリルからなると考えられている。トリトンの大気には、高度1から3キロメートルのところに凝縮した窒素の雲が存在している。1997年に地球からトリトンが恒星の前を通過した際に、トリトンの塩務が観測された。 この観測結果から大気の密度がボイチャー2号による探査で推定されたデータよりも大きいことがしされた。他の観測では1989年から1998年の間に気温が5%上昇していることが観測されている。これらの観測結果からトリトンが暖かい夏の季節を迎え始めていることが示されている。この温暖化の理論には 表面の霜のパターンの変化と氷のアルベドの変化が含まれており、これにより、より多くの熱を吸収することができる。別の理論では、温度変化は、地質学的プロセスによる暗い赤色の物質が堆積した結果であると主張している。トリトンは、ボンドアルベドが太陽系内で最も高い天体の一つである。ため、スペクトルアルベドの小さな変動に敏感であると、されている。 トリトンの表面に関する詳細な情報は、すべて1989年に、ボイジャー2号が4万キロメートルの距離にまで接近した際に得られた。トリトンの表面の40%が、ボイジャー2号によって撮影されており、村のある路頭や尾根、谷、溝、盆地、高原、凍った、平野、いくつかのショートスクレーターといった地形が存在していることが明らかになった。 表面は比較的平らであり、観測されている範囲内の地形では高さが 1km を超えて変化することはない。衝突クレーターは比較的少ない。最近のクレーターの密度と分布の分析では、地質学的に見るとトリトンの表面は非常に若いことが示唆されており、地域によってその推定年齢は600万年から5000万年と様々である。 トリトンの表面の55%が凍った窒素で覆われており、水の氷が15から35%、ドライアイス、凍った二酸化炭素が残りの10から20%を占めている。表面には生命の起源への先駆的な化学物質になるかもしれない有機化合物であるソリンの堆積物が見られる。トリトンは地質学的には 活動的で表面は若く、衝突クレーターの数が比較的少ない。トリトンの近くは様々な氷で構成されているが、その地下で起きているプロセスは地球上で火山や地溝帯を形するものと似ている。しかし、トリトンではそのプロセスにおいて液体の岩石ではなく、水とアンモニアが用いられる。トリトンは表面全体に複雑な谷や尾根が存在しているが、 これらはおそらくテクトニクスと火山活動によるものであるとされている。トリトンの表面における特徴の大部分は天体衝突などの外因的な要因ではなく内部の地質学的なプロセスによって形成された内因的なものである。探査機ボイジャー2号は1989年にトリトンの表面で窒素を噴出する小数の間欠線と それに同伴する表面から8トルの高さにまで達する砂煙の柱を観測した。このことからトリトンは地球、イオ及びエンケラデスと共にある種の活発な噴火活動が観測されている太陽系内でも数少ない天体の一つであるとされている。最もよく観測された煙の柱はヒリ、ヒーリーとマヒラニ、モヒラニーと命名されている。 それぞれの水の性とトンガに伝わる水の精霊の名にちなむ観測されているすべての間欠線はトリトンの太陽直下点に近い難易50度から57度の領域内に存在しているこれはトリトンが太陽から大きく離れているためとても微弱ではあるが太陽からの熱が極めて重要であることを示しているトリトンの表面はおそらく暗い気質の上に 半透明の凍った窒素の層からなり、一種の固体の温室効果を生み出すと考えられている。太陽からの放射は、表面の薄い表象を通過し、地上から噴出するのに、十分なガス圧が蓄積するまで、表面下の窒素を徐々に加熱して蒸発させてる。そして、周囲の表面温度 37K よりも温度が4、K f は回ると、観測された高さまで噴出する。 可能性があるとされている。一般的にこうした地質活動は氷の火山と呼ばれているが、この窒素のプルーム活動は天体の内部熱に動かされるトリトンの大規模な氷の火山の噴火や議論が行われている他の天体の火山活動とは異なる。これと同様に火星の二酸化炭素の間欠泉は季節が春になるたびに噴出すると考えられている。 トリトンの間欠泉は噴火している間に約1億キロメートルもの窒素の氷が消化し、その期間は1年以上に達することもある。同伴されたゴミやホコリは肉眼で観望できる島模様としては風下に1 5 0トルの長さにまで堆積する可能性があり、より拡散した堆積物だとさらに遠くまで堆積する可能性がある。 ボイジャー2号によって撮影された南半球の画像ではこうした濃い色の縞模様が多数見られる。1977年からボイジャー2号が接近した1989年までの間にトリトンは冥王星に似た赤みがかった色からはるかに薄い色合いに変化しており軽い窒素の縞がより古い赤みを帯びた物質を覆ったことが示唆された。トリトンの赤道からの 揮発性物質の噴出とそれらの極への体積は、極移動を引き起こすのに、十分な質量を1万年の間に再分布するかも、しれない。トリトンの南極は、衝突クレーターと間欠線の噴出口が散在しており、凍った窒素とメタンからなる反射率の高い極寒で追われている。北極については、ボイジャー2号が接近した時は夜であったため、ほとんど知られていないが、 北極にもこうした極寒があるだろうと考えられている。ジパンゴ、高原、サポンゴプラナムのようなトリトンの東半球に見られる高い平野は古い地形を覆い隠しているので氷の溶岩がそれ以前の地形を一層知った結果である。平野にはリバイアさん、デビーアタンパテラといったくぼみが点在している。トリトンの溶岩はアンモニアと水の混合物であることが疑われているが その蘇生は知られていない。トリトンには四つのほぼ円形な壁のある平野、のボルドプレーンズが確認されている。これらはこれまで観測されている中で最も平坦な領域で高度の変動は200メートル未満になっている。この領域は凍った溶岩の噴火から形成されたと考えられている。トリトンの東側の円近くにある平野には黒い反転、黒縁が点在している。 いくつかの黒縁は広がった境界線を持つ単純なものであり、またはっきりとした境界線を持ち、中央の暗い反転の周りを白いハロー、ヘイ路が囲んでいるものもある。典型的な黒縁の直径は約1 0 0トルで幅20から3 0トルのハローを有する。トリトンの表面には複雑な尾根や谷が存在しており、 これらはおそらく凍結という回のサイクルによる結果だとされている。その多くはまた本質的に地殻活動で出現したとされており、身長、または走行移動断層運動に起因している可能性がある。中央部にはエウロパの専門地形、規模はこちらの方が大きいと強い類似性を持つ長い二重の尾根があり、同様の起源を持つかもしれない。この地形は トリトンの軌道が完全に円形化する前に起きた、超積の圧力によって引き起こされた断層に沿った、運動で形成された可能性がある。これらの平行な尾根を持つ断層は、赤道地域を横断する複雑な地形の谷の内部から放出したものとされている。尾根や谷、そして、ヤスコウ、ヤスサルシーやホコウ、ホサルシー、ロコウ、ローサルシーのような溝は、 トリトンの地質学的歴史で見ると、中期に形成されたものと考えられており、多くは同時期に形成されたとされている。それらの地形は、グループやパケットとしてまとめられる傾向がある。トリトンの西半球は、カンタロープメロンの皮の模様に似ていることから、カンタロープ地形と呼ばれる、奇妙な一連の裂け目とくぼみで構成されている。 クレーターは少ないが、これはトリトンで最も古い地形であると考えられており、トリトンの西半球の大部分を覆っている。カンタロープ地形は、ほとんどが汚れた水の氷からなり、トリトンにしか存在していない。直径30から4 0トルのくぼみがあり、同じ大きさで滑らかな曲線になっているため、おそらくクレーターではないとされている。これらの地形の形成の 主な仮説として説があり、より密度の高い物質の層を通過する、より密度の低い物質のしこりが上昇したことで形成とする仮である。大体の仮説として、崩壊による形成された説や、氷の火山の活動で発生した洪水によって、形成されたという説も含まれている。継続的な地質学的活動による地形の一層と変化のため、 トリトンの表面上においてクレーターは稀である。ボイジャー2号が撮影したトリトンの画像の調査から発見されたクレーターは179個であった。一方で表面積がトリトンのわずか3%しかない天皇星の衛星。ミランダには835個ものクレーターが観測されている。トリトンで観測された衝突によって生じたと考えられている最大の区、レターはマゾムバ。 マゾンバと呼ばれるクレーターで、直径は 27km である。より大きなクレーターも観測されているが、一般的にこれらは火山性のクレーターであると考えられている。トリトンの衝突クレーターのほとんどは、主に軌道の運動方向に対して先行している型の半球に存在しており、その大部分が、軽度30度から70度の赤道付近に集中している。これは、 海洋星の周りの軌道上から吐き寄せられた物質に起因するものであるとされている。トリトンは片面を高級的に海洋星に向けているため、天文学者たちは先行する半球にはより頻繁で激しい特化が起きるので、後方の半球の衝突は少なくなるはずだと予想しているが、ボイジャー2号はトリトンの表面の40%しか撮影していないため、この考えは、 不確実なままとなっている。タイタンの軌道の特性は19世紀には、すでに高精度で求められており、海洋星の軌道面に対して、非常に傾いていて、逆光軌道を持つことが判明していた。トリトンの詳細な観測は1930年まで行われておらず、1989年に、ボイジャー2号が接近するまでは、トリトンについてほとんど知られていなかった。 ボイジャー2号がフライバイを行う前は、天文学者はトリトンに液体窒素の海と地球の30%もの密度を持つ窒素とメタンからなる大気が存在するかもしれないと考えていた。しかし、火星の大気の課題評価と同様に、この考えは不適切であったことが判明した。火星と同様に初期の頃はより濃い大気の存在が想定されていた。 トリトンの直径を測定する最初の試みは1954年にジェラルド・カイパーによってなされ、彼はトリトンの直径について3 8 0 0トルという値を得た。その後に行われた測定によってトリトンの直径の値の範囲は2500から6 0 0 0トルとされ、これは、かつ 3474.2km よりやや小さい大きさから地球の 約半分の大きさにまで匹敵する。1989年8月25日に、ボイジャー2号が海洋星に接近した際のデータから、トリトンの正確な直径の推定値 2706km が得られた。1990年代には、近くの恒星の円平を用いて地球からトリトンの周焉を調べる様々な観測が行われ、そしてトリトンに大気と、 エキゾチックな表面が存在していることが判明した。1997年後半の観測では、トリトンの温度が上昇しており、ボイジャー2号が1989年に接近した際よりも、大気の密度が著しく大きくなっていることが示唆された。2008年10月16日、名応星探査のために打ち上げられた探査機ニューホライズンズが約37億後、 0 0 0 0 0キロメートル離れた位置から海洋星とトリトンの画像を撮影した。2010年代に行われる海洋星系の探査ミッションの新たな概念は過去数十年にわたって何度も NASA の科学者によって提案されてきた。彼らはトリトンを主な観測対象としており、それらの提案にはタイタンのホイヘンスプローブのような着陸機をトリトンに 送る計画が含まれることも頻繁にあった。しかし、海王星とトリトンの探査計画は提案の段階を超えておらず、また、外太陽系の探査ミッションに対する NASA の資金の用途は現在、木星と土星の探査に集中している。トリトンへの着陸を行うミッションとして提案されているトリトンホッパーと呼ばれる計画では、トリトンの表面から窒素の氷を採掘し、 小さなロケット推進剤として使用するように処理して、トリトンの表面からの飛行あるいは表面を跳ねて渡っていくことが計画されている。2017年10月5日に、トリトンによる構成有志薬4410から143659の延平が発生した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。